たんだ湘南です。湘南サビオで出せる普通に。全然普通に出ます。あ、じゃあいけるね。だから僕そんな声高くないようですね、うん。じゃあもう A メロは男性はオクターブ下で、女性がオクターブ上で、でサビでこうユニゾンになるような感じのイメージなんです僕は。ね。ちょっとあの二人ともちょっとサビだサビサビ行くよ。ワンツーワンツーシー湘南。いいね。おいで、いいね、いいじゃん。三浦横須賀早松市鎌倉藤沢茅ヶ崎平塚大磯二宮小田原真鶴湯河原、どこからどこまでが湘南と呼ばれる街なんですか。その真ん中にある茅ヶ崎は間違いなく湘南。これいいんじゃん、これ結構いいんじゃない、これ楽しくない、結構ピッチがピッチがって言われてるんで大丈夫、ピッチなんかかけないからどう、謎ちゃん、これ結構面白くない。ちょっと俺がちょっと残念、あの声がでかすぎるからあれだけど、女性のさ感じとかさ、あの煽りとかで、ベースが結構グあのドライブしてるから、あとは思ったより早くあの F に行かないようにしないといけない。そうね、ずっと C だ、ずっと C、まあ、やっぱ C なんだみたいな、ずっと C だから、体に覚え込ませない、サビずっと C だから、ね、いや今晩はちょっとね、あのその辺はちょっと、これちょっとゴリラでやろう、ゴリラでゴリラいける、これゴリラかっこよくいける、これなんか純平さんとか辛そうですちょっとどうしようっていう、そこはコーラスとかコーラスかなじゃあ、でもフルートとかだと意外と意外と意外でいいかもね、フルートだと、しかもなんか若干だけ湘南感がねえあ、いいかも、昼のフルート、夜のサックスみたいな、出るな、これこれ、いい感じだな、これちょ、謎ちゃんもちょっと歌ってさ、投稿して投稿して頼むわ、ちょっとこれ結構いいよね、これちょっとマジでね、湘南クレフェスやりたいんだもん、俺フルートいいな、ねえちょっとマジちょっとこれゴリラ人間でやろう、やってみましょう、多分みんなあの C と F って言われたらねえできるはず、ピキッタンどうしようって感じだよね、ピキッタンもうだってあのリードボーカルだから、そっかリードボーカルあ、なるほど、え謎よろしくね、やってね、え今日ねあのゴリラ人間のベースが遊びに来てまーす、イエーイチャリで来たよ、チャリだ、チャリ100キロ走って茅ヶ崎に来た、しかもね、神さんと2人で、もうちょっと神さんがすごいよね、うん、これね、ほんとね、わしも昔よくね、あのロングライドしてたんだけど、もう神さんに泣かれながら怒られた、
前たち体力違うんやぞと。そう。